日本埼玉県、川口市、安行では安行ではは、埼玉県川口市の地名。現行行政地名は、安行では1丁目から安行では5丁目。郵便番号は334-0052。埼玉県川口市中東部に位置する。国際工業バス、東部バスの終点がある北で、津と右側をまたいで、草加市新栄町、東で、安行吉蔵。 南で、安行両家、西で、安行、北東で、安行東八と隣接する。およそ北緯35度51分、東経139度45分にあたる。主に住宅地として利用され、公園、緑道も多く整備されている。川口市立、安行東小学校の開校と同時に、人口増加が進んでいる一方で、交番配置がなく、実地会による、 防犯活動が主である。しかし、地域住民への配慮から、警察の昼夜問わず防犯活動が活発である。また宅地開発適造成のため、早くから区画整理がなされておりやす行地区で、唯一、町目区分されていて3町目割りから現在は5町目割りされている。住宅地の地下は、2015年1月1日の工事地下によれば、 暗行では5丁目13の8の地点で13万7千円平方メートルとなっている。区画整理前はハス沼が多く、一部で稲作など行われていた。1976年8月に川口市の都市計画事業の一環で、川口市暗行では特定土地区画整理組合が設立され、土地区画整理事業造成で工事が始まると同時に、安行東小学校が 現在の安行スポーツセンター付近に仮設プレハブ校舎として開校した。この校舎は1986年に現在の場所へ移転した。区画整理の後、安行両家の内東京外角環状道路より北側を分離して1992年に成立した。地区は植木の町として栄え、区画整理後も田んぼや植木畑が多く占めていたが、1992年の 東京外環自動車道の開通後からその面積は年々減っており、平成初期から現在に至るまで、宅地開発が盛んに行われている。1996年6月より、国際工業バスの安行川口製菓市場の終点から安行ではに延伸され、さらに2004年7月より、東武伊勢崎線総火駅までの路線が新設されたことから、 以前と比べ利便性は改善している。2018年3月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。当地区には鉄道網がないため、公共交通はバスのみとなっている。以上の駅は自転車で20分以内で行ける範囲で、徒歩では中心部から戸塚安行駅まで20分以上はかかる。 埼玉県道、東京都道103号、吉橋幸東京線の竹橋通りと繋がっている道があり、この道路は将来的に東川口と直結される予定ではあるが、用地買収が進まずいまだ完成のめどは立っていない。ありがとうございます。